日本東京都大田区、矢口矢口は東京都大田区の町。現行行政地名は矢口1丁目から矢口3丁目。郵便番号は146-0093。大田区の南部に位置する。地域北部は大ね環状8号線を境に大田区千鳥に接する。地域東部は第二京浜を境に大田区多摩川に接する。地域南部一帯は川となり、これを境に 神奈川県川崎市になる。地域西部は大田区毛マリコに接する。玉川沿いには旧津通りが通っている。地域内を玉摩々通りや東急玉川線の線路が通っており、武蔵新田駅がある。地質は中石定地であり、地形はおおむね平坦である。玉川と堤防の間は緑地になっている。都市計画法上の用途地域は駅周辺と商店街が、 近隣商業地域である他は大半が純工業地域に指定されており、住宅と中小規模の工場が混在する地域となっている。洋画家和大作の代表作、私頭の夕暮れ。明治中期の矢口の私が作品のモチーフである矢口は都選で長知られる。百五十八年、新田義雄がこの矢口渡るで暴殺され、住民が義雄を祀って、 新田神社を創建した。矢口の地名は正木文書のうち、1395年の岩松市所領注文に書出する。吉沖の頃の玉川は、現在よりも大きく、東に湾曲しており、都線上は、現在の新田神社付近にあったと思われる。その後の都線上は、流路の変遷とともに何度か位置を変え、江戸中期に東八幡神社の南に落ち着いた。 地域の南北を鎌倉街道が従貫していた。現在の東八幡神社前から新田神社前の商店街を経て地域の北西端に至る道である。江戸時代の地名は江原郡矢口村であった。1770年に吉沖の某殺を題材とした福内機外作の浄瑠璃、新霊矢口渡るが上演され、人気を博すと新田神社は 多くの参詣者を集めるようになった。1889年周辺8家村を編入して、村域を拡大、旧村域は大和矢口となった。1928年調整を施行する。1932年、矢口町は11家村に分離し、大和矢口が、鎌田区、矢口町となった。1949年玉川大橋が完成し、中世以来続いた。 矢口の私は廃止された。1966年住居表示により矢口や東矢口が成立した。日本穂高がこの地で矢合わせをしたことによると伝えられる。新編武蔵風土機構によれば、元は野食村と称したという。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。武蔵神殿駅あたり地域北部に東急玉川線武蔵神殿駅がある。地域東部では隣の矢口渡る駅も利用できる。矢口、下丸子の両地域内を循環運行するコミュニティバス。愛称、玉ちゃんバス。当地域東端の第二景品に二つの停留所がある。武蔵神殿駅前停留所から空港に直行する。 武蔵小杉駅方向には乗車できない。桂川忠だら製作所本社、ナムコ本社。ありがとうございます。